系トークラジオライフ。TBS ラジオ文化系トークラジオライフ外伝の収録、2月28日のテーマが小沢健二とその時代だったんですけれども、盛り上がりに盛り上がってというか、まあ楽しい話になってきたのでパート3まで行こうぜという話になったんですけども、パート2の最後で出てきたのはオリーブ少女とは何かっていう問題の中で、まあ、当時の女の子たちの立ち位置の問題っていうのが出てきたわけですけれども、まあ、もちろんそれはここにいる 人から見たオリーブ少女なんだと思うんですが、その中で一つ小沢健二につながるキーワードとして、当時オリーブを読んでいた女性たちが外言を経由して、まあ、環境とか、あるいはそれこそ、ね、マクロビとか、まあ、そういう方向に、共感を示しているのではないか的な話をしたんですけど、早水さん、はい、どうしましょうこの話。大塚英二が癒しとしての消費っていう本を書いてるんですけど、はい、何年の本でしょう。90年代半ばくらいなのかな、はい、で、91、2年の状況を調べて、オリーブの投稿、いわゆるオリーブ少女たちが雑誌の投稿の中から、そういう環境問題とか、うん、そのボランティアとかに興味を持ち始めている。で、みんなその癒されたいっていうものが、うん、そのいわゆる消費として、その出てきて、まあバブルが崩壊した頃とかそういうのと被せてるんだけど。タイトルだけ聞いたら加山里香っぽいけどね。うん。まあそういう本なんですよ、だけど。で、うん、そういう話を結局、じゃあ、まあ91年の状態でそうだったんだけど、まあそれがだから、そのままクーネルにつながり、今の、小沢健二の状況とつながるんじゃないかなっていう、ちょっと構図は見えた気がしたんですよね。そこがね、ちょっと面白いなと思うところで、さっきその、オリーブ少女的なものの中で、まあ、その、女子のまんまバカやっていい年齢が伸びたって話があったじゃない、うん、でも、物理的に年は取るから、くんづけで呼べる男はまあ増えていくわけじゃない、うんうん、で、立場自身はすごい自分に生きやすくなっていってるような気がするんですよ。まあもちろん、うん、まあなんていうか親戚からなんか結婚しろってせっつかれるとか、もちろんいろいろあるのかもしれないけれども、立場上はそんなにまあ不自由じゃなくなっていく中で、うんうん、なんでそこからその自分自身をのそのなんていうか、まあ、体内の汚いものを出したりとか、その環境の体に悪いものに対して、そのなんとかしなきゃっていう方向に行くのかっていうの、これまた繋がってない感じがするんだけれども、どうも繋がっている臭いと巷では言われていると、うん、で実際になんかそういう方に話を聞くと、確かに元オリーブ少女結構いるっぽいという、うん、まあ感覚の問題ですけどね、実証的になんか統計取ったわけでも何でもないですけれども、うん、さてこの間って何が繋いだんだろうっていうのが見えてくると、もしかすると本人の意図はともかく、今小沢健二が例えばその、まあ、環境とかエコって言われちゃってることを取り巻いている時代性みたいなものっていうのが、小沢健二の意図とは別のところに別の一貫性を持っているって話になってくる、うん、さて何が繋がったんだろうっていうか、この中でそのマクロビとかやってる人いるんですか。いなそうだなまあでも玄米は食べてるよ、うん、なんでなんでっていうか、どうぞ体にいいから。なんでほら、いやそこですよ、そこですよ、うん、いや体にいいことはいいじゃないですか、うん、ほら、そこも、うん、いやいや中村さんはいいですいやそれ何がきっかけで、うん、お二人は。いやでもさっきからね、小沢氏をどう解釈するかっていう話が出てるけれども、まあ、番組上仕方なくない、まあうん、なんだろう、本当にさっきの本編の終わりの方でも言ったけれども、解釈する側のリテラシーがずっと成長しないんだよね、うんうんうん、ジョン・レノンの時から。なるほど、なるほど、それがちょっと気になってて、うんうんうん、私が玄米食べるのもなんだろう、まあ、いろんなこう本出したりするのもその時にやりたいことをやってるだけなんですよ、うんうんうん、で過剰な意味付けとかされても困ってしまうんですね。そこだよ、やりたいことをやってるだけのものが、うんうん、なぜか時代になっちゃうから、そこを読み解くのが、うん、でも俺らの仕事じゃん、俺らの仕事なんだけども、なんだろう、生意気に聞こえたら非常に、そう言うとは思わなかった。いや、うん、いや読み解くのは好きなの、うん、読み解くのは好きなの、でもね、非常に、なんだろう、生意気な発言に聞こえたら申し訳ないんですけど、うん、最近読み解かれることが多くなったんですよ。ああ私、はいはいはい、上野さんとのトークを
こうネット中継されたりして、はい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 、もう嘘800とか書かれたりしてるわけですね。はい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 、で、そういうふうに読まれる立場になった時に非常にうざい。まさに小沢健二的な立場に、そう、いやもう本当に申し訳ないです。本当に申し訳ないんですけれども、本当にリアルタイムで今そういう経験をしているものだから、はいはいはい、小沢氏がとても気の毒ですね。ある意味やばい感情移入で。でもそれで言うんだったら僕は今完全にライフの頃の小沢健二ですよ。うん、何なんだそれ。だって、いやいや、セルアウトっていうか、じゃないと希望の話をしようとかすべ言わねえだろ。王子様だ。そう、でもそれってさ、やりたいからやってるだけじゃん。言っちゃってるだけでしょ。うん、言っちゃってるだけで別にね、こう宗教を開こうとかそういう意図は全然ないわけじゃないですか。話ちょっと戻していいですか。うちの神さんの話で思い出したんだけど、うちの神さんも例によってオリーブ、うん、元オリーブ少女。何なのこの塩の集まりは。そういえばオリーブ少女に惹かれる男の話しとこんだやろうね。でオリーブと同時に暮らしの手帳がすごい好き。うん、ああはいはい、同じテイストだよ。そうそう、暮らしの手帳、元々暮らしの手帳がすごい好きで、で暮らしの手帳って今編集者松浦弥太郎さんでしょ。あの人なんて元もうオリーブ直系男子編集者でしょ、うん、センス的にね、うん、なんかそういうだからそこ、まあ、だから暮らしの手帳とさエコの感じ、うん、暮らしの手帳の研究だけで社会学の論文一本ありますからね、うん、あとまあクーネルとか、でも暮らしの手帳はでもそういう意味で言うとさっきのまあ奥さん的な雑誌の、いや、うん、ではない、とも言い切れないところは、つまり、北田明さんが研究してたけど、うん、要するにその暮らしの手帳って主婦の生活改善雑誌のテイストを取りながら、うん、結局読者投稿欄を通じてオフ会とかをやったりとか、うん、その女の子キャイキャイ雑誌でもあったっていうのを北田さんが確か読み解いていたはずで、うん、本当になんか文通っていうか、そうですね、むしろ主婦がこう集結して、うんうんうん、今で言うとママ友じゃないけど、うん、みたいなものをフィルタリングするいい雑誌に、うん、媒体になっていたっていう説を僕は読んだことがあるので、うん、ああなるほどなるほどっていう方が思った、うんうん、私はものを考えているのですよと、家庭に入ってもというような人たちは読み続ける雑誌なのかなという気がしますけどね。だからむしろオリーブが、うん、時代が進んでいってそういうエコになったっていうよりは暮らしの手帳が的なのがまた復活してきたっていう感じなのかな、うん、それはつまり、コミュニケーションツールとして私たちやりたいことをやるの、じゃあ私がじゃなくて、うん、私たちやりたいことをやるのっていうもののフォーマットは昔から変わってなくて、うんまあ、その中で例えばそのエコロジーみたいなものの関心っていうのがあるっていう話かな、うんうんうん、さっきちょっとソウルの方のメールがあったので比較で出すとそれって本当に日本独特だなっていうふうに僕には見えていて、というのもそのまあアメリカの西海岸だったり大陸の富裕層だったりにとってのエコ活動ってやっぱお金があるからやるものなんですよね、うん、つまり、ロハスって言葉があるけれども、うん、これアメリカのマーケターと社会学者が作った言葉で、まあ、お金出していいもの買おうって話なんですよ、うん、でも自分の体をきれいにするためにお金出してマクロビの教室通おうとかそういう話なわけですよ、うん、基本的には。で日本の場合はそれとスローフーズ運動、つまりオルターグローバリゼーション運動に近い、うん、その人から押し付けられた資本主義の仕組みの中でこれ食べるしかないよって言って食わされてるもの以外にも食べるものがあるはずだっていう運動と相乗りしてるんですよね、うん、日本が、うん、でアジアの東アジアの、東アジアの大陸の、富裕層だったり、欧米の富裕層だったりっていうのはもっと欧米というかアメリカの富裕層だったりというのはもっと経済寄りで富裕層のライフスタイルとしてそれをお金で買ってるところがある、うん、でその2つはやっぱ切り分けた方がいいなと僕はずっと思っていて、うん、日本はそのいわゆるスローフード運動みたいに地域主義に根ざしているわけでもなければ、うん、ロハスの成長は割と それっぽいですね。もともとね、うん、でもロハスのようにそのお金持ってる人がいわばそのお金だけじゃ買えないライフスタイルを求めてそれをお金で買ってるとかっていう構図でもない、うん、ちょっと不思議な相乗り感っていうのがあって、うん、それでまさに今の小沢健二に、うん、こう向けられている両方からの目線ですよね、うん、ある種そのなんていうかこう
そういうのをマジになっちゃってるやつっていう、あの普通の人から目線から見てちょっと上に行っちゃったなっていう目線と、そのなんていうか大事なオルターグローバリゼーション運動につながるような人々の本来性を取り戻す大事な運動をやっているっていうところと両方相乗りしてる感って、これ小沢健二に対する批判というより日本の例えばエコロジーとかオルターグローバリゼーション運動が持っている二重性、そもそも外ことって雑誌自体がそういうものだし、さっきちょっと坂本龍一の名前も出てたけど、坂本龍一自身がそうなわけじゃん。あんだけなんかこういろいろ批判しながら、でもニューバランスのスニーカーとか持ってるわけでしょ。なんかそういう不思議なことをなんか矛盾なくできてしまう日本の感じっていうのを、ああいうことやろうとしたら引き受けざるを得ないっていうのは本人実は分かってる気がする。なるほど。と思ったんですけど、柴原さんどうですか？かなり面白い話ですね。あの、人間性を、人間の本来性、うん、みたいなことって、すごい、小田さんは言ってる気がしますね。うん、で、二重性っていうのは、まあ、要するに、って言いつつも、はい、それを、なんか、ある種の、その、資本主義の仕組みの中に組み込んでいったりとか、することに対する、まあ、なんていうか、こう、抵抗がそこまでない感じ。まあ、例えば、ライブツアーやるわけじゃん。うん、そうなんですよね。うん、だから、すごい、その小沢さんっていうのは今言ったような二重性すごい持ってるというか、例えば、はい、ウーアってアーティストは完全に引いたわけじゃん、なるほど、完全に田舎に引っ込んで完全にもうそういう菜食じゃないけれども、あの、主体な教育やってますからね、ウーアはそっちに行ったわけじゃん、はい、でも小沢健二はライブやるわけじゃない、はい、っていうあたりがなんかその日本の持っているその確かに矛盾した感じを引き受けちゃってる感じがするよね、うん、引き受けてますね、うん、それの何が悪いんだってとこありますからね、80年代と90年代のそういうものってちょっとやっぱ変わっていて、まあ、いわゆる60年代のヒッピーブームとか後からもうちょっとライトにヤッピーとかに解釈されたのがまあニューエイジ、それこそその、うん、まあ、ヤッピーっていうのはその起業家ですよね、まあ中流よりもちょっと上ぐらいの層がいっぱい出てきて、うん、その人たちがまああのあれだよね、エアロビをやったりとか、うんうんうん、まあ、それこ そ, その自然食を食ったりとかっていう、さっきの話で言うとスローフーズとロハスの差みたいなのが昔からあって、うんうん、ニューヨークでおしゃれなやつらっていうのはそういうのを取り入れ始めた段階で、僕は今ね90年代の後半ぐらいのイギリスのロマンス小説っていうか、いわゆるロマンス小説、アメリカだとハーレクイーンみたいなやつ、ハーレクイーンがね、そのあれは時代的に古い世界のものなんだけど、うん、90年代後半ぐらいにイギリスで、まあ、ブリジット・ジョーンズの日記みたいなのが出てきて、ああいうのを読んでると、まあすごいね、東洋、それこそタオとか、うん、東洋のものライトに結構入ってきて、で彼女たち主人公ってほとんど定型なんだけど、まあ、都市富裕層というか消費者、あのいわゆる消費社会的なものを記号がいっぱい出てくるような、まあ、20代半ばぐらいの女の子たち、まあ、仕事勤め始めて給料もあるし都会でできる生活できるもあるけど、ヤッピーまだ行かないんですよね、うん、そういう層が、その場のヤッピーってのはどういう、あ、割とじゃあ年収が1000万以上あったりとかって感じではない、うんうん、まあ、普通の中流の生活を送りながら健康にいいみたいな、うん、で80年代まではあんまりいなかったキャリアウーマンかそうじゃないかっていう、あれ極端な時代よりも普通にみんな働き始めたイギリス、ちょうど景気がいい時代なん で、うん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 、でそういうところで出てくる話っていうのは割となんかオリーブ少女っぽい感じがする、まあ、しなんとなく日本の感じにも似てるかもしれない、うん、そこで言うと安室ちゃんがパワースポット巡ってるのはどうなんですか？それはどっちかというと昔ながらの形、古い形の富裕層が、うん、まあ、毛皮着ながら、あの動物保護、木村拓哉だってネイティブアメリカの部族のとこ行ってイニシエーションされて大喜びしてたわけで、まあ、大喜びっていうか、安室ちゃんは当時は真逆だったのに、いやでも安室ちゃんがウーアの方に行ったとは僕は思わないな、うん、むしろあれは木村拓哉的なものだと思う、いや、うん、だと思う。あのそれでもう一つ気になるのは、じゃあそのブリジット・ジョーンズ的なそのものの中でセックスってどう書かれてるのって話、例えば、はい、日本のそういうエコロハス的なものが相乗りになったものって、その自分自身の話とそれから出産の話はめちゃくちゃ出てくるんだけど、うん、セックスの話ってあんま出てこない。でももともとそのタオイズムだったりあのするものがヨーロッパに流れていく中では、あのいわゆるナチュラルセックスみたいなものの中に取り入れていく、つまり西洋的なそのジェンダライズされたセックスじゃなくて、もっとその解放されたセックスっていうものがあり得るんだっていう文脈の中で、東洋の性の知識みたいなものっていうのが入っていくっていう流れがあったじゃないですか。でそこに対して例えばその、まあ、ブリジット・ジョーンズはともかくとして、そのイギリスのロマンス小説が奥手なのか
その込みなのかってちょっと今気になったんですけど、そこはどっちも取れるんだけど、基本的には奥手なんですよ。やっぱりほとんどあのハーレクインロマンスと恋愛に関しては変わらないんですよ。やらないんだ。だけどね、やらないかって言ったらやるんだけど、そこは微妙で。一つになったみたいな感じでぼかされてる。そういう感じは、まあ、実際描写はブリジット・ジョーンズに関してはないんですよね。うんうんうん、でただ、まあ、その、そういう都会的なキャラクターになっているんで、ハーレクイン・ロマンスって絶対そのヒロインと結ばれる相手以外の男性とは絶対やらないんですよ。そうね。ちっくりとは、ちょっと、やって失敗しちゃう。っていうのがある、ギリギリ。で、けど、やっぱそれは完全に悪役に騙されて、で本人は頑なに、みたいな感じで、うんうん、まあなんか言い逃れができるセックスではあるんですよね。うんうんうん、そうか。まあそうなってくるとやっぱ日本に近いかなって感じしますよね。うん、いや、結構そこが結局受け手層の問題だったり、その王子様的なものを求めるのか、それとグル的なものを求めるのかの違いのような気がするす、うん。完全に王子様です。でしょ、うん、なんかだからイギリスって今すごい面白いなって思うので、なんか多分早見さんと目つけてるところは同じだなって思うんですけど、ぐっと戻って小沢健二問題まで行くと、今わーって出てきたいくつかのその単語の中からどうやら今の小沢健二が置かれている状況とかやろうとしているパフォーマンスそのものが、まあ、日本でその日本の中で持っているこの種の活動をやろうとした時の、まあ、アンビバレンツな感じだし、それを欲している層っていうのがグルというか、まあグルってこの場合は要するにその、まあものすごく悪い言い方をすれば、性関係込みで信者を集めていくような、その、60年代、70年代の、その悪い、道場にいたような連中とか、まあではなくて、やっぱりその王子様だったり象徴的な存在としての人を求めていて、うん、ここで小沢健二がライブじゃなきゃいけなかった理由っていうのが見えてくるような気がしていて、もしそれ彼がやりたいことだけをやりたいんだったら上映会をやったり講演会をやったり、うん、直で対面で喋れる人で分かってくれる人だけに活動を続ければよかったんだけれども、多分そのアイコンになるためにはステージの上に立っている人じゃないと、その、なんて言うんだろう、彼のやりたいことをそのリードする存在にはなれないっていうことが、彼が対話していく中でもしかしたら感じたのだとしたら、それはちょっと面白い話だなと思って。つまり、ライブをやってお金を稼ぎたいだっていうのはあるのかもしれないけれども、アイコンにならないと、自分の言ってることに、うん。まずアイコンになろうってことですか、うん、で、それからなんか伝えることだったら伝えていこうみたいな。で、伝えられる人だけメディアを通さずに伝えていこうっていうのだったら、はい、なんていうか、それをやってればいいし、うん、実際問題としてそこに引っ込むアーティストって別にいっぱいいるわけじゃないですか。うん、なるほど。僕は全然そういうふうには思わないですね。ほう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 。つまり、一遍アイコンになって、スターになって、でそこからまた届けようじゃなくてスターというか、うんうん、まあ、一つの象徴になって、うんうん、というよりは本当に僕はさっき音楽のモチベーションが上がる下がるみたいな話してたと思うんですけど、うんうん、本当にただ音楽がやりたくて仕方がないだけの人なんじゃないかと僕は思うんですよね。そこは磯部さん突っ込むところで音楽に肯定的な、まあ、捉えればね、はい、まあ、だからそういうふうになんか思えるなって。まあ、インタビューで、インタビューじゃないな、ひふみおの、ところで、対談というか、まあ、かなり意図的にやってますけど、メンバーのこととか音のことにこだわって書いてて、うんうん、俺はこんなに音楽やる気があるぞみたいなのを見せてくるじゃないですか。あれ僕は結構本音だと思うんですよね。で、本当に、自分のやりたいリズムを自分のやりたいメンバーでやりたい。で、結局、アイコンになりたいんだったらもっとメディア出れば、いいっていうこともあるじゃないですか。他にやりようあると思うんですけど、やっぱりライブにこだわったっていうのは別の理由があって、ただライブ会場でお客さんと一体化したいとか、うん、でもそれってやっぱりそれまでここまでの10年間ぐらいで新譜を出したけど、マスメディアには露出しないっていうようなこととか、うん、マスメディアに露出しないで数十人を集めて上映会をやるとか、うん、そういろいろ試して次はこれを試そうっていうものではなくて、うん、のもあるのかもしれないです、ね、アイコンにはなれないと思うしね。まさにあの文章はね、アイコン批判から始まるよね。タイガーウッズとかね、うん、だからすごい意図的にそういうふうにこう言われるんじゃないかってところを抑えて
一連の文章は書かれてるんです、うん、でもアイコンに なりたくないんだったらライブはやっちゃダメだよね。やっちゃダメっていうふうに、まあ、解釈する人は解釈しちゃうんだけど、別に本人としてはそれがやりたいんだからっていうだけなんだろうなと、うんうん、でその時にいや僕はあの結局なろうとするならっていうことです、ね、このなんていうか感じがあのどう流れ着いていくにせよ、うんうん、あの間違ってないなその判断は、はい、って感じがするわけです。自分がアイコンとして一番影響力のあったねライフの時代の楽曲をまさにやるっていうのは、そしてやっぱライブである以上、うん、そういうのを懐かしで聞く客も呼ぶから、うんうん、少なくともあの100人規模のちっちゃいライブハウスじゃなくて一応ホールを抑えるわけじゃない、うんね、っていうそのギリギリのところを取った感じがするわけですよ、うん、ですね。あすごいバランス感覚でと思いますCC レモンホールではやらない、ね、やらないけどみたいな。でも明らかに突然あのホールを取ったスケジュールの取り方、平日だし ね、うん、月曜とかだと、ね、急に決まったと思うよね、うんうん、でもやっぱりその肯定的に捉えれば今おっしゃってたようなことにはなるとは思うんですけど、それを全部みんなにその意見を納得させるには弱いよね。やっぱ昔の楽曲だしね、やっぱり。それが一番みんな。あそこで、あの、ひふみおのサイトでやっぱ見るところって、まあ音楽のことも確かにいっぱい書いてるんだけど、はい、まあ企業批判もいっぱい書いてるし、ポストコロニアル批判みたいなものもベタに書いてもいるし、それも言いたいことではあるんだよね、多分ね。はい、だから、すごく読んでること自体は別にその社会学の授業で引用してもいいぐらい、うん、あそこに書いてることではないけれども、僕やっぱ今関西の大学で教えてるから、彼はその大阪府のクリエイティブ政策批判とかをやってることって、うん、僕はどっちかっていうとそこにシンパシーを持ってるので、うん、すごい結構正面で受け取って、うん、小沢源氏がこういうふうに言ってるのはこういうバックボーンがあって、それはそれで半分正しいんだけれどもっていうふうに紹介できるぐらい、もうすぐちゃんと勉強してるんですよ。少なくともそこらの学生よりは厚いで。でもこれは名前伏せるけど、某ミュージシャンとこの間打ち合わせしてた時に、その人はまあ小沢健二と同時代に活躍してて、今もかなり活躍してる人なんですけど、やっぱり小沢さんはずれ、あれを読んです、明らかにずれちゃったっていうふうに、日本にいない期間があまりにも長すぎから、うん、日本のポップミュージックの消費者と完全にずれてる、うん、まあ、それはもう本当にそうでしょうね、うん、意図的にずれて、だって小舟で後悔していこうっていう人ですから、うん、いやでもあの中でもさ、僕はその場でその国で鳴っている音楽に耳を傾けているんですっていう話を言ってるけど、うん、でも僕は日本の音楽をほとんど聞いてないんですっていう、すごく矛盾したこと言ってますよね。日本音楽全然聞いてないっていうのは、うん、でもそういうその国その国で誰でも聞いてる音楽を聞くっていうんだったら、むしろ J-POP っていう方に寄ってった方がいいと思うし、うん、日本にいたら聞くかもしれないじゃないですか、うん、だからだからでもそれをずれたって話だから、そうか、向こうでも、まあ、ずれたからいけないってことではないとは思うけれども、うん、少なくとも日本語で歌う日本のアーティストとして歌う文脈からは外れたって、ね、でもライフがなんで歌謡曲に寄ってったかっていうと、本番の時に言ってましたけど、80年代的な無意味の意味を突き詰める方向からはもうちょっと意味っていう、だから歌謡曲、うん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 、みんなが同じ曲を聴いて一体感を持つっていう、すごいクラシックな歌謡曲の美学みたいのをもう一回90年代にやろうと思ってたのがライフの時期の小沢健二だと思うから、それを今もう一回やろうとすると、そのズレっていうのはかなり致命的なズレかなっていうふうに思う。そのズレがだからどう演奏してどう歌うのかっていうのがみんな気になってるんだ、ね、実はズレてなかったりするアレンジで、結局だって彼もう、ね、だってライブやったら全然もうテンポからアレンジから全然違う、うん、まあね、違う割にはでもギターソロだけは毎回一緒とかこうなんかこうちゃんとつないでるところと全然変えてるところと、でそこになんとなく意味を見出せそうな感じっていうか、むしろそこに踊らされてる俺らみたいなところも含めてシーンだったけれども、それが今回どういうふうに転ぶかっていうのはもちろんやってみないと分かんないし、僕らはあくまでやっぱ観客としてそれに対してリアクションというか見てどう思ったっていう中で、その今の小沢健二を取り巻くシーンの中の一部になっていくことしかできないと思うんだけれども、その何がやりたい、今日何がやりたい、もういきなりまとめに入ってるんだけど一応ねタイムリミットをこう気にしてね、
何がやりたかったのかっていうと、そういうなんていうか中に、入っていく人たち込みで小沢健二ができてるんだっていうことを、なんか小沢健二本人がどう思ってるかともかく、小沢健二と切り離されて自分ファンっていう存在を認識してる人とか、俺には関係ないよ、聞いたことないしって思ってる人にも、そうじゃなくてそういう人たちを巻き込んでいく社会の中にシーンっていうのがあるんだよっていう風に持っていけたら、なんかこうな、中身が分かる分からないじゃなくて、そこに入っているっていうこと自体が一つの意味を持ってくる。もう10年ぐらい経って、あの時ライフ聞いてたんだけどさっていう自慢をするかもしれないわけじゃん、うんうんうん、今日聞いている中学生とかが、うん、だからその取り込む力が今の小沢に圧倒的に弱いと思います、ね、うん、し、人によってはその弱いが実は強かったなるのかもしれないし、本当に弱くて、後々やっぱりそうだったよねってなるかもしれない、うん、でも それはちょっと、うまくはいかないと思う、いないとは言わないけど、うんうん、だから僕が言ったのは、僕が今結局こう聞いてる若い世代に向けて喋っていて、それは何かっていうと、つまり例えば渋谷さんがその80年代に引っかかっていった時にも多分同じようなことっていうのはあり得て、でそれがどっちに転ぶかは分かんないんだけれども、その現場にいたことっていうのを、まあ、大事にする感覚っていうのを、この番組、例えばラジオで喋るっていうことを通じて感じてほしいなっていうのが、うん、まあ、ライフという番組に関してはとりあえずありましたっていう話、うん、でも僕はだって小沢健二語る資格ないからさ、もともとうさぎにしろおばさんにしろさ、今まで今日本で全然語られてない、報道されてないことを、うん、彼の口から、彼の表現から伝播されるってことはすごく意味あることだと思うけどね、うん、それがそれはでもね、他にも表現してる人いっぱいいるんだよね、でもそういう人、あの人が やらなきゃいけないこと、いや、あの人しかできないことではないと思うけどね、いろんなところでそういうことが、まあ、起きていけばいいんじゃないでしょうかっていうような、いやもうね、なんかね、まとめられないんですけど、いや、っていうか言うのを言い訳にするのも嫌なんですけど、いや、単にタイムリミットだっていうさ、それだけの話で、言うような語りが延々尽きない感じっていうのが、起これば、それで僕は今日はいいと思っていたので、僕もなんか喋らないとかあんだけ言ってた割には一番喋ってた、やっぱり一番喋ってたじゃんけバーカみたいな感じなんですけど、まあ、そんな感じで、お届けしてきた、ライフ外伝パート3なんですけども、渋谷さん最後になんか一言言い残しておいてください。もうさっきからだってまた次来てくれるのいつか分かんないんだもんいやいやいや、呼ばれれば来ますけれども、今度は着物で、そうですね。いやでも呼ばれるかな。分かんない、今回面白くなかったからさ、私いやいやいや心配ですよ。そのなんていうかさ、自分のキャラ立ちを心配してさ、なんかこう面白くなかったかなとかっていう、うん、その宮台真司以降の社会学者のモードやめないそうそう、やめましょう。小沢さんもそこはね批判していましたから ね、はい、そういう自分のキャラを気にしてね、うん、固まっていく感じはいかんと、うん、そうですね。じゃあ一言だけ、はい、言い残したことなんですけれども、はい、お笑いとのリンクで、まあ話が広がりそうなことはい、じゃあそこはいいか。まあ小沢健二のとりあえずごっつええ感じとフリッパーズギターは私の中では10日ですと、うん、いうことで、またこの後でツイッターとかでまた、はい、広がりそうな話をね、はい、じゃあ、はい、これを聞いた人がまず自分の中で広めていただきたいと思います。はい、本当に語り始めれば永遠に語り続けられるテーマっていうのが持ってるっていうこと自体が、うん、音楽家小沢健二の評価とは、まあ、別にとりあえず小沢健二という存在が持っているある種の力のような気が、まあ、図満上一でもういいよねってことではないっていうこと自体がなんかまたそこに可能性を残しているということだと僕は思ったので、まあ、僕はもうよくわからないなりにいろいろ喋りましたけれども、まあ、これを聞いて特に今回初めて小沢健二っていうキーワードに引っかかって聞いていただいた方、まあ、納得したところもしてないところも、あるいは全然分かってねえなこの野郎とか、長い時間かけてんじゃねえよとかいろいろあるかもしれないですけれども、こういうふうに喋れる場所があるっていうこと自体は僕らは本当に大事にしていきたいと思ってずっとやってきたので、まあなんとなく今回面白いなと思っていただいた方がいれば次回も聞いていただきたいなというふうに思っております。というわけで文化系トークラジオライフ2月28日の放送小沢健二とその時代外伝をパート3まで、収録しましたけれども、もういい時間、もうなんか6時も目の前とかいう感じなので、ここら辺で切り上げたいと思います。長い間お付き合いありがとうございました。ゲストの、皆様、そしてサブパーソナリティの皆様っていうか、もう本当にね、なんかたくさんの人がいますけれども、本当にどうもありがとうございました。それではまた次回3月28日の放送でお会いしましょう。